皆さんこんにちは、ももじょういちえいこです。皆さんは普段から避妊をちゃんとしていますか？妊娠を望んでいない場合には避妊が必要ですよね。ところで、最近勤務しているクリニックの看護師さんから言われた話で、ミレーナで生理を止めることができるって本当ですか？っていう質問がありました。ミレーナというのは子宮内避妊具の中でも先からホルモンが放出されるものですね。ということで、今日はミレーナについての基礎知識についてお話ししていこうかと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。さて、ミレーナについてお話ししていきます。ミレーナはホルモン不可子宮内避妊具とも呼ばれて、こんな形をしています。この先のところに女性ホルモンである黄体ホルモンが付加されていますね。子宮内避妊具っていう名前の通り、これを膣から子宮の中に入れるわけですね。子宮の中に入れておくと、この先のところに付加されている黄体ホルモンが徐々に溶け出してきて、子宮の内膜に作用していきます。ミレーナを使うのはどういう時かというと、肩月経といって生理の量がすごく多くて貧血になっている場合や、月経困難症といって生理の時に下腹痛が強いっていう場合なんかに使います。この場合には保険適用ですので、保険適用の価格で使用することができますね。冒頭で出てきた生理を止めたいとか、確実に避妊をしたいっていう目的で使用する場合には保険適用にはなりませんので、自費で使用することになりますね。ミレーナはこの先のところから黄体ホルモンが放出されることによって効果を発揮します。例えば黄体ホルモンによって子宮内膜といって受精卵が着床する、俗に言う赤ちゃんベッドが薄くなります。生理の時の出血はこの子宮内膜が剥がれ落ちてきたものを含んでいますので、ミレーナを入れておくことによって生理の出血が少なくなるわけですね。そのため肩月経や月経困難症の治療として使われるわけですね。またその他にも、受精卵が着床するのを防いだり、子宮の入り口の粘液を変化させて精子が膣の中から子宮の中に侵入するのを防ぐっていう効果もあります。これによって高い避妊効果を得られるということですね。保険適用の肩月経や月経困難症で使用する場合のメリットとしては、入れ続けるだけで OK ということですね。基本的には5年間効果が持続しますので、最初の1年間は挿入位置が問題なくて副作用などがないかどうかを確認するために定期検診の回数が多いのですが、2年目以降は1年ごとの検診で OK というふうにされています。つまり病院にはほとんど行く必要がないし、入れっぱなしで OK っていうところがすごく大きなメリットと言えますね。また自費で避妊のために使用する場合にもメリットがあります。こちらは避妊の動画ではよく出てくるパール指数ですね。パール指数というのは100人の女性が使用1年間で何人妊娠するかを表したものですね。この数値が低いほど避妊効果は高いということになります。こちらを見ていただけるとお分かりかと思いますが、ミレーナはこちらの子宮内避妊システム IUS と呼ばれるものですね。ご覧の通り、男性の不妊手術に並ぶくらい避妊効果が高いものになっていますね。なんでこんなに避妊効果が高いのかというと、ミレーナは低用量ピルのように毎日服用する必要がないっていうところが大きな理由ですね。低用量ピルもすごくいいお薬なんですけれども、毎日内服する必要があるんですよね。それに比べてミレーナは保険で使用する場合と同じように入れっぱなしで OK っていうものなんです。世界の避妊方法の動画でも説明したように、ミレーナと同じような形で皮下に埋め込むタイプのインプラントと呼ばれる避妊具で、黄体ホルモンが持続的に放出されるものもあります。
ただ日本の場合には持続使用できるものとしてはこのミレーナが一択と言ってもいい感じですね。またミレーナのメリットとしては、薬を飲むのとは違って子宮内膜に一番ホルモンが作用するっていう環境が整うというところですね。血液中のホルモンの濃度が上がりにくいので、肝機能に異常があったりヘビースモーカーであったりというような場合でも使用しやすいっていうことがあります。また血液中のホルモン濃度が上がらないことから、黄体ホルモンによる全身への副作用も出にくいっていうことが言えますね。ピルなんかだと吐き気や気持ち悪さというような、そういう副作用を感じる方もおられますもんね。ミレーナは基本的には誰でも使用できるのですが、経血分娩をしたことがない人の場合には入りにくかったり、入れる時に痛みを伴う場合がありますね。また子宮筋腫や子宮腺筋症などで子宮の中が変形している場合にも入れにくかったり、入れられたとしても出てきちゃったりっていう場合もあったりします。なので避妊方法としてはすごく優れているんですけれども、若い女性には勧めにくいっていうことがあったりします。ただ中絶後の場合なんかだと、中絶手術のついでに入れることも可能ですので、おすすめしたりしています。実際に20代でも使用している方はおられますね。効果は5年持続しますので、5年後に入れ替えれれば良いですし、もしその間に妊娠したくなった場合には、このミレーナについている紐を引っ張ってくることで簡単に取ることもできます。その後は普通に妊娠することも可能になりますよ。避妊目的の場合には全額自費になりますので、クリニックによって価格設定が違ったりするんですけれども、だいたい5万円かからないくらいかなというところです。保険適用の場合には1万円ちょっとだったかと思います。ミレーナを入れてすぐの頃は少量の出血が続く方がおられますね。また生理以外でも出血が続くことがあります。ただ通常は長時間入れ続けることによってだんだん出血の量が減ってくることが多いです。また生理の回数も減ってきて、1年後には約 20% の方で生理が来なくなると言われています。このことから冒頭でお話ししたように、閉経前の女性で生理を止めたいからミレーナを使いたいっていう人が出てくるわけですね。ただ生理が全然来なくなるのは1年後で約 20% と言われていますので、実際のところは少量の出血があるっていうことの方が多いです。生理を止めたいという理由だけで使用した場合でも 20% しか無月経にならないとなると、望む効果を得られない可能性もあるんですけれども、もし避妊も考えているのであれば使用してみてもいいかと思います。ミレーナは避妊効果もあり、生理の量も減らすことができる、とっても良い避妊具だと思います。私は家族計画的にあともう一人くらい子供が欲しいなと思っているので、今は月経困難症の治療として低用量ピルを内服しています。ただ3人目を出産した後は低用量ピルを毎日飲むのは大変ですので、ミレーナにしてもいいかなと思ったりしています。皆さんも選択肢の一つとして取り入れてみてもいいかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。